オゲネカロエテボは、ナイジェリアラゴス出身のサッカー選手。ナイジェリア代表。ワトホード FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。2016年初めに、リーガプロの CD フェイレンセに移籍した。2015から16シーズンを終えて、チームはプリメーラリーガに昇格した。2016から17シーズン2017から18シーズンはブレークのシーズンとなり、 マンチェスター・ユナイテッド FC、アーセナル FC、横浜 F ・マリノスが獲得を狙っていた中、2018年1月31日、ラリーがで残留を争っている UD ・ラスパルマスに移籍した。2018年6月11日、ストークシティ FC に720万ユーロ、5年契約で完全移籍した。2020年1月8日、ヘタフェ CF へ、 買取オプション付きのシーズン終了までのレンタル遺跡。2020年9月9日、ガラタサラエ、レンタル遺跡。2021年7月9日、ワトホード FC へ、買取オプション付きのレンタル遺跡。リオ五輪のメンバーに選出され、グループステージ初戦の日本代表 U-23、戦で4ゴールを挙げ、5から4の勝利の立役者となった。 2018FIFA ワールドカップを戦う A 代表の本大会メンバーに選ばれた。ありがとうございます。